今日はスイカを食べたいと思います。ラブチナさんありがとう。いただきます。ん？翼くん今日もありがとう。翼くんも食べますか。そのまま一回ね、ソンビンの味をね。カイトさんありがとう。じゃあいただきます。うん、甘い。キキマくんありがとう。ありがとう。増やせよ、きさ。そうなの。ロールさんありがとう。ヘビロックン、ベロクロンさんありがとう。スイカケンボーさんありがとう。早く話したい、話しましょう。ケンボーさんありがとう。塩かけるの？かけないの？え、かけますよ。でも1個目はかけないです。くるみちゃんありがとう。結構ね、甘いので。いや、がぶりつきたいので種を1回落とします。なんかもう外暑すぎてやだ。カミテルさんありがとう。久しぶりだったのお茶配信。え？昨日もお茶配信でしたよ。暑いです、本当に。ちゃんたさんありがとう。ご飯食べれます。ゆうしさんありがとう。かみてるさんありがとう。スイカ先食べてない。本当に今も久しぶりに食べた。夏休みの宿題してる。正直に言うとしてないです。違う、してないんじゃなくてできないの。月陸上だって。え、そう、体操すごいの知ってる。じゃあいい感じ。みんな見てますか？世界なんだっけ、オリンピック。今バドミントンやってて、今度陸上。
結構み陸上興味あるんだよね。なんか陸上ってさ、なんていうの、テニスとかってなんかルールわかんないじゃん。わかるけどなんかちゃんとしたルールわかんないじゃん。あの今アウトしたみたいな、線越えたみたいな、オーバーラインしたみたいなとかはわかんないけど、陸上 は一番さ先に出てる人が早いじゃん。なんかわかりやすいじゃん。しかもみゆも走るの好きだから興味ある。卓球のテニスもさ、デュースとかあるじゃん。2点取った方が先に勝ちみたいな。分かんない、なんか線が分かんない。女子、そう女子ね、けど男子の体操めっちゃすごい。みゆも何年前、この何回か前のみーが小学、保育園生の時のオリンピックの、まだ内村選手が出てた時代のオリンピックを見て体操やりたいなって思ったんですよね。そうそうそう、みー体操選手、あの直前でね、あの出ないってなったね。選手、あの選手結構好きだったんですよね。いやでもね、なんかね、体操は結構いつもあの例えば平均台とかも落ちないところで緊張して落ちちゃったりすること結構あるし、なんか緊張してたらその分いつもと違うところで失敗しないところでなっちゃうから、じゃあ前さ 50m。 でもみゆ今回遅かったんだよね。うん、7点。76ぐらい。アルプスの屋上さん、カイトさんありがとう。ライブだって。わ、早そう。今速い人って何秒なんだろう。 100m だって。男子やっぱ日本だってこの方。でもさ、これさ、オリンピックとか出れるだけですごいじゃん。そりゃそうよ。その中でさ1位をどんどん勝ち抜いていくとかさ、テレビとかで「あとちょっとあとに」とか、プレッシャー絶対すごいじゃん。なんかすごいよね。スイカ見ないよね。何する？次は塩かけて食べます。何それって、去年とかさ黄色いスイカ食べたいってよく言って食べたけど。そうだっけ。真っ黄色のスイカ売ってるじゃん。そう、最近見ないんだよね。よしよし、めっちゃ、うん、え、わかる。平岩優奈選手が好きでしたね。女子は美味しい。麺は塩ある方が好きです。でもこのスイカは甘いからかけなくても美味しい。あっ
割れちゃった。物によるよね。でも結構フランシーズンさんありがとう。翼くんは元気ですよ。あげた時さ食べないんだけど、朝起きたらあれよね、ゼリーがぐちゃぐちゃになってる。うん、オリンピック見てたらなんとなく思うよ。結構ねえ、でもこっちの道を選んだので、あ、やばいやばい、とやめに怪我しちゃったのでね、しょうがない。なんかでも気抜いてたらすぐ怪我する体操って、なんか普通にミエは種目をやってなかったのの時に、力は抜いてないけどなんか平行棒のやつを、なんか四角いブロックみたいななんかやつを使って練習してたんですね。それで床でなんか蹴って蹴って足上げてみたいな、なんか倒立の練習みたいな、台を使ってそれをやってたら足がグギって違う方向に曲がってひねっちゃったみたいな。なんかじゃけ種目以外でも基礎の練習してる時でもすぐ怪我しちゃうから、何回足折った、何回、何か折れかけは何回もあるけど折れたのは2回か、折れかけっていうかもう何かやっぱ1回折れちゃうとちょっとしたさひねっただけでもめっちゃ何かもう押すぐっとみたいな、何か歩けなくなっちゃうの。でミユが一番痛かったのは、そうここの左の足首を折った のいつだあれ、あれいつ折ったの、最後の辺だよね。あ、それは右か、 あれか、ユウ片付けてたか、そう、うん、片付けてて事故よ、事故、事故っていうか、あれか運動会の前だったよね確か。何年生だ、4年生かね、うん、うん、4年生じゃなかった、ちょっと覚えてないんですけど、結構ね怪我するものです。てかどのなんかスポーツって絶対全部怪我するじゃん、しないよってなんてない。あ、まだ予選なんじゃね、あ、なんか全員早そう。今日メロン食べた、お、入れ違いじゃん、あ、入れ違い、どう予選って9番広島じゃん、上位3位までだって各、なんか早そう、みんな予選で3組あるんだけど上位3人次に進めるよ。何人だけ、そうよ、でもさあのサングラスとかって取れないのかな、走ってたら思いっきり走るよ、あれアルファでくっつけてんじゃないの、何言ってんのめっちゃ気になる、ちょっと待って、めっちゃ見たいから今、絶対サングラス邪魔だよね。あ、え、何これ、あれよ、出だし運動会であったじゃん、リバウンドじゃなんだっけ、揃わんかったんよ、よーいどん、あ、あれ先走った、なんて言うんだ、先走り緊張してる、違うフライングフライングだよな、そうか、でもさすごいね、こんなさ人に見られてる中やるってすごくない、会場にも人いっぱいいるじゃん、すごい、ね、この1分1秒のために4年間、まあでもさ見て見てこの、ま、見てみんな速そうなんじゃ怖い怖い、なんか顔が
強豪校って感じ。でもこの中にさ日本が入ってるってすごいよね。予選でもすごいよね。マイメイク出たいと思う。え、思ってたけど、そんな簡単に言って簡単にさできるもんじゃないじゃないですか。オリンピックみんな速そうよ。短距離見るのが好き、長距離だから。そうだなって思って現実を知ったのが小学5年生です。で、なんか中国四国の大会で1位になることを目標として。100m の日本記録は 9.95。 やば、 9.95 って何。いや、あの人見て髪の毛どれ。ピンクのなんかリボン。リボンじゃない。スケボー、スケボーとかね、かっこいいよね。あれでしょ、堀米、堀米さん、あの人の靴出てるよね。あれ見てた、すごいヒヤヒヤした。え、あの人今年も1位なの。優勝したじゃん。違う、でもなんか4位だったんよ。大逆転よ、大逆転。めっちゃ見とったよ。見て、どの陸上見てるの。早そう。なんかみんな半端な筋肉がすごい。なんかさ爆発しそうじゃない筋肉。そういうのないの。タカさんありがとう。ゆうたの体操もそうじゃん。農業の親戚がいるか。最近スイカという。え、いいな。え、メロンでもさうちにもあるよね。メロンもあるしスイカもある。幸せ。でもちょっとお腹痛い。これだけの話、お腹痛い。なんかどうかな、どうかな。お姉さんありがとう。あ、でも見て、あの日本の人自己ベスト早いんだけど10秒10だって。どうなんじゃろうね。でもさっき世界の速い人って9秒なんでしょ。え、でもさ3位に入ればいいけさ。え、でもこんなにみんな、だからみんなが速いんか。くんちゃんだって絶対もっと速そうじゃん。分からんじゃん。こうやってこけたりしないのかな。する人もいるでしょ。足が絡まって素材の味。え、分かるよ。素材の味をめっちゃさっき堪能したから次は塩かけてます。この方10秒10なんじゃない。今日もありがとう。特別ライブ、もしくも本当に特別ライブ、皆さんぜひ来てくださいね。追加え、なんかみはかぶりつきたいタイプだから種先取りますよ。え、そうなの。一つください。無理です。これ美味しいかな。スタバのさスイカのなんかあるよね、フラペチーノみたいな。美味しそうじゃん。この人勝ってほしい。え、やだ。やだってやらないよ。いや絶対勝つもん。なんか笑ってるし絶対余裕だよ。平常心、平常心って思ってるんじゃないの。いつも食べてないよね、スイカのフラペチーノ。食べてない。え、なんかね、マック美味しそうじゃない。マック、うん、え、あ、ママが好きな人。あのチョコミントのシェイクみたいなのがなくなって。待って、始まる。やばい、頑張れ頑張れ頑張れ。え、でも、え、面白い。ほらやっぱり早い、この人、さっきの人。黄色、ほら、うん。え、でも、え、見て、日本え、待って、全然ダメだったんじゃない。どうの。だってこの人笑ってたもん、さっき。余裕だったんだよ、やっぱり。走りながら笑ってる。なんかでも結構力抜いてない。まだ全然あれよ、ベストじゃないよ。いいって思ったんかね。え、見る。男子の陸上ってさ、男子の陸上ってさ、ボルトぐらいしか知らないけど。大事だよ。見て、どこ日本。一番端っこだって。こっちこっちこっち。あ、ダメじゃん。
え、これでも早くね。でも3位じゃないよ。え、3位だよこれ。違うって5位くらいじゃん。え、やっぱりこの人早いと思ったんよね。え、なんかでもめっちゃ力抜いてない。え、まだまだ早くいけるすごいな。またインタビューされた。もっと早く走れるこの方。エミもインタビューの人になろうと。ええ、わ、この人も早そう。次の人たち、なんかガタイが違くない？体合ってないんじゃない？そういうのやめた方がいい。え、日本ってない。コキケチさん、ありがとう。やっぱり5位だよね。カロピありがとう。まあでもこの舞台に行けてるのもすごいんだけどね。カイトさん、ありがとう。一度やったところも、え、そうなのけど。え、見て、ほら、まだもっと早く走れるこの方。めっちゃこんな。え、だって全然息切れしてないよ、ほら。なんか笑ってる。だけど、その走る前も笑ってたんだって。おー、やだー。優勝しちゃうかも、この方。いいじゃん。え、いいじゃん。え、でもなんか最下位じゃないだけすごくない？まあそうですけど、最下位だったらめっちゃ落ち込むんだけど、まあ、てか出れることがすごい。まあだってそうですけど、選ばれた人間でしょ。そんなみんな出れてるわけじゃない。みんな日本人じゃないっけ。さ、サングラス取ったらもっと早く走れたんじゃ関係ない。え、サングラスがあるけ早く走れるんじゃないの。あ、でもすごい、めっちゃ速いよ。見てほら、足の動き見て。え、だって 100m10 秒って速くない？速いよ。早いよ。早いけど。けど世界に比べたらってこと？見て見て、ほら。これミュウが隣で走ったらさ、いじめられる。アンチ来る。なんで横にミュウが出てきたの？チェクさんさん、ありがとう。え、まだ 100m って日本出るかな？あ、出るね。どっか、え、これ競技大会とかしたよね。テンさん、ありがとう。みゆ、競技大会苦手なんですけど、あ、球技苦手なんですけど、でも大好き、スポーツが。ハチさん、ありがとう。ニシさん、ありがとう。ニシさん、ありがとう。なんかね、スイカ食べたらもう夏って感じなので、夏でした。それじゃあ、配信終わろうかな。え、食べ終わったの？食べました。ハチさん、ありがとう。ガオピありがとう。あと1個あるんですけど、2.5×3 のね、あるので皆さんぜひ来てください。はい、それじゃあ5位だったね。それじゃあちょっとね、みたりさん、ありがとう。ハチさん、ありがとう。はい、今日はスイカ食べるとこ見ててって感じでしたね。13、ヨシさん、12、ヒラツグさん、11、ギキマくんじ、ヒラベチーノさん、9位、ケンボウさん、8位、チョンタさん、7位、スバル、6位、レノアさん、5位、ブヨン星人さん、4位、ニシさん、3位、カイトさん、2位、カグピン、1位、モモタロさんでした。配信見に来てくれてありがとう。え、なんか最近思ったんだけど、口が動かない、全然。ガババババってなる。2.5×3 の特別ライブ、ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。最後ね、2024年の最後の夏、最後夏、このライブで盛り上げましょう。来てくれたら嬉しいですね。めっちゃいろんな曲をねやるのでね、ぜひそのためのレッスンめっちゃみんなで頑張っているので、ぜひ見に来てください。バイバーイ。